スローテレビはありふれた出来事を長時間にわたり放送するテレビ番組の形式の一つである。この名称は放送時間が長時間にわたることと番組が自然で緩やかなペースで進行することに由来する。スローテレビというコンセプトは1963年に公開されたアンディ・ウォーホルの眠りというスロー映画の現代版であると言える。この作品では 詩人のジョン・ジョルノが眠っている様子が5時間20分にわたり描かれている。この趣旨はまず1966年にアメリカ合衆国ニューヨークのワピックスによってローカル放送に取り入れられた。その後、1984年にはイギリスのビデオ125によって VHS に、2003年にはバーン TV によって衛星放送に、 そして2011年にはノルウェー放送協会によって生放送に取り入れられた。最近におけるスローテレビの趣旨の変化は2009年の11月27日のベルゲン千円線の旅を7時間にわたって放送したノルウェー放送協会の番組から始まった。この番組は撮影当時鉄道愛好家向けに運転手の視点からの映像を扱った。 最も長い番組であった。この番組に続いて、ノルウェー沿岸急行線フッティルーテンノールノルゲー号の番組が制作された。この番組は2011年6月16日に始まり、134時間のベルゲンからキルケネスへの旅を放送した。この2つのイベントは、ノルウェー国内のみならず海外のメディアからも広く注目されており、ノルウェー放送協会、 第2チャンネルにおいて報道で注目された回数と視聴率が予想を上回った素晴らしい成功例であると考えられている。1966年のクリスマスからワピックスは古典的なクリスマスソングと共に大きな焚き木が暖炉で燃えている映像を繰り返し放送することを始めた。この放送はコマーシャルによる中断なしに放送された。1984年に イギリスのテレビカメラマン兼ディレクターのピーター・ミドルトンがイギリス鉄道線の端から端までを映すスローテレビの映像を撮影することを目的にビデオ125を設立した。このビデオ125という名称はイギリスの高速列車インターシティ125という名称にちなんで名付けられたものである。この会社を立ち上げるという決断はイアン・アラン出版社が 運転手の視点から撮影したイギリスのセトル・カーライルセンの映像の出版を拒否した後になされた。この映像の成功に続いてビデオ125はイギリスの鉄道の運転手の視点からのドキュメンタリー映像を撮影し続けた。ビデオ125の公開作品の中にはリスボンの路面電車やパリのメトロ、ロンドン地下鉄、そしてユーロスターがある。 ドイツ鉄道の業務の一環として、バーン TV は、バーン TV インフェールとの名のもとに、ほとんど毎日ドイツの鉄道における、運転手の視点からの映像を公開していた。この公共衛星放送は2003年の初期から2008年の7月1日まで続いた。2009年から2013年の間、ノルウェーの公共放送を行うノルウェー、放送協会が、 数々のスローテレビの番組を世に送り出し、高視聴率を獲得した。ノルウェー語で、スローテレビにあたる、サクト TV という言葉は、2013年に、ノルウェー版流行語大賞を受賞した。ベルゲン戦1分1秒を追うの舞台となった、ベルゲン戦の路線図と主要駅2009年11月27日に、ノルウェー放送協会第2チャンネルにおいて、 ベルゲン船内のベルゲンからオスロへの鉄道旅行を映した番組が放送された。この番組はベルゲン線の開業100周年記念事業の一つとして計画され、4台のカメラが使用された。番組は乗務員や車掌、歴史学者、過去の社員、そして乗客にインタビューするとともに、社外の風景や車内の内装を見せるという内容であった。 電車は182本のトンネルを通過したが、番組の最後を鉄道旅行とちょうど同じ時間まで続けるために、収録ではトンネル通過の際に、ベルゲン線100年間の歴史にまつわるアーカイブ映像を放送した。この番組は2009年11月27日に放送されたが、収録はそのかなり前の夏には完了していた。 この番組の平均視聴者数は約17万6000人であり、この番組を放送中に一度でも見た、ノルウェーの視聴者数は約124万6000人に上った。また、この番組は、ノルウェー国内に限らず、海外のメディアからも注目を集めているが、これは、フッキリーテン1分1秒を追う、というスローテレビの番組に関連して、主にノルウェーのファンの間でこの番組が、 再び注目を浴び、称賛されているためである。このベルゲン戦で好評を博したことに続いて、ノルウェー放送協会は2010年5月に、フロム戦を、2010年6月には、ベルゲンライトレールを撮影した。復帰キルーテン1分1秒を追うの舞台となった、ノールノール下校中央ヨーロッパ時間の2011年6月16日19時45分から、 ノルウェー放送協会はノルウェー沿岸急行線、フッキルーテンの放送を始めた。この放送は、ノールノルゲ号からの撮影で、ベルゲンからキルケネスまでの134時間の公開の間、生放送で中断なしの放送であった。全体で11台のカメラが使われ、そのうち3台は固定、1台は選手のカメラ、そして船全体の映像を撮影するため、 シネフレックスが使われたこの番組は、ノルウェー国内では、ノルウェー放送協会第2チャンネルにおいて放送され、海外の視聴者や外国に滞在中のノルウェー人に向けてはインターネット上で放送された。インターネット放送ではノルウェー語と英語に対応していた。この番組は、メディア、視聴者どちらの観点からしても、以前の ベルゲン戦1分1秒を追うよりも大いに関心を引き人気を得た。2011年6月17日から6月19日にかけての週末にノルウェーの人口のおよそ半分にあたる254万2000人が生放送を視聴した。6月19日の23時45分に最大となり69万2000人が視聴していた。この船が ロ諸島のトルルフィオルドに向けて出発した、ところであった。この番組は生放送の最長ドキュメンタリー番組として世界記録を樹立しようとしていてギネス世界記録への登録を待っていたこの番組の放送時間134時間に対してそれまでの世界記録は13時間であった2012年に復帰ルテン1分1秒を追うはノルウェー版ユネスコ記憶遺産である ノースックドークメンターフに含まれることになった。2013年2月15日に、ノルウェー放送協会は焚き木をテーマに、全国焚き木の夕べという12時間の番組を放送した。この番組を一度でも見た視聴者の数は、ノルウェーの人口の20%にあたる約100万人である。この番組は、ラルスミティングのベストセラー本、切ること、乾燥させること。 積むことのすべてとと木をを燃やすここのの魂に影響を受けたこの番組は4時間の通常の構成の放送に続いて8時間の暖炉の様子を生放送した。そしてこの番組は世界的に注目を集めた。この番組に関する記事がニューヨークタイムズに掲載されアメリカのテレビ番組コルベアレポーでも取り上げられた。 2013年11月1日に、ノルウェー放送協会は、最初から最後までセーターを編んで、ギネス世界記録の更新に挑戦するため、12時間連続で編み物をする様子を放送した。ノルウェー放送協会の代表は、この番組について、焚木の番組に対する女性向けの応答と語っている。2014年の11月28日から30日に、 ノルウェー放送協会は、賛美歌1分1秒を追う参謀歌、ミネットフォーミネットを60時間にわたって放送した。この番組は2013年に出版された、ノルウェー国協会の国の賛美歌集に入っている、すべての曲を3000から4000人からなる、約200の聖歌隊とソロ歌手が講演した模様を放送した。多くは、トロンハイムのボルフル協会で公演されたが、 ノルウェー北部のカラショークやアメリカのアイオワ州、リコーラにまで至るほども遠い別の11箇所で撮影されたものもあった。番組の間この境界は開放されていて1万6千人以上の人々が立ち寄った。延べ220万人もの人々が番組を一度でも視聴し、平均して8万7千人が視聴していた。視聴者の年齢の平均は62歳だった。 平均視聴率は12%で、これは通常の視聴率の2倍であった。フッティルテンの旅の134時間の放送中に、ソーシャルメディア上では、ノルウェーのファンたちの間でこの旅が大きな関心を集めていた。Facebook や Twitter、ブログ上で、フッティルテンの旅や、その進行状況について会話が行われた。6万3000人を超える人々がフッティルテンの旅の、 フェイスブックのページをフォローした。そして、船がベルゲンから出港してから、ツイッター上では、ハッシュタグ、ハーティーグルートンがノルウェー語で、最も浮上した言葉となった。船が北に向かうにつれて、地名が上位10個にランクインするようになった。例えば、ハッシュタグ、ソートランドや、トロルフヨードなどの言葉である。土曜日の新夜中頃には、 フッティルテンに関するツイートが6秒に1回の頻度で行われた。また番組の間、それぞれの街は港での歓迎会の素晴らしさについて競っていた。そして136時間の間に3回結婚のプロポーズが映像に収められた。フッティルテン1分1秒を追うは海外の視聴者にもネット上で配信され、そのうち46%の視聴者が ノルウェー国外からの主張であった。この番組を視聴していた主な国はデンマーク、アメリカ、ドイツ、イギリス、そしてフランスであった。また、ノルウェーのテレビ番組に対する特別なこだわりに関する国際的ないくつかの記事が掲載された。ソウルにあるノルウェー大使館では、ノルウェーを宣伝する目的で番組を放送する数日間にわたって、 巨大なキャンペーンを展開した。番組が始まった木曜の朝には本放送から番組を生中継する巨大スクリーンがソウルの繁華街にある地下鉄サムガクチ駅に導入された。韓国のメディアはこのキャンペーンをこれまでで最も独創的な PR 活動だったと評価し、この展示に関心を示した。ありがとうございます。